キャラ、皆さんこんにちは。アーサーの深い保津川ガイドの池田です。私は今、マウントジョン天文台にいます。今日は2017年9月に運用が終了した土星探査機、カッシーニについてお話ししたいと思います。太陽系の惑星たちはどれも個性的で魅力にあふれていますが、中でも輪っかがある土星は有名ですね。その土星に誰よりも近づき、誰よりもその真の姿を知っていたのは、この探査機ではないでしょうか。カッシーニ。土星の周回軌道を回り、土星やその輪や土星の衛星について詳細に研究をするために作られた探査機です。カッシーニの宇宙へ旅立ったのは1997年のことでした。科学者たちの大きな期待を背負って打ち上げられたカッシーニはアメリカのケープカナベラルから15億キロメートル彼方の土星に向かって7年にも及ぶ旅を開始しました。2004年、ついにカッシーニはこの土星軌道に到達します。それからカッシーニは13年もの間土星の周りをくるくると回りながらデータをこの地球に送り続けてくれました。分かったことはたくさんあります。土星最大の衛星であるタイタンにはメタンの雨が降り、これが川として流れています。別の衛星エンケラドスには液体の水が存在し、それが間欠泉のように噴き出しています。もしかすると微生物が存在するかもしれません。しかし長年にわたる運用の中でカッシーニの燃料は減っていきます。そして打ち上げから20年目の2017年1月、カッシーニに課せられた最後のミッション、グランドフィナーレが始まりました。これはですね、土星と、その一番内側の輪の隙間に、飛び込むような軌道での飛行です。5ヶ月間にカッシーニは実に22回もの、この輪へのダイブに成功しました。そして2017年2月15日、カッシーニはですね、衛星タイタンに、最後との再接近、お別れをした後、この土星の大気圏へと向かいます。もしですね、燃料が尽きた後微生物が存在するかもしれない衛星に、万が一このカッシーニが墜落してしまうと、カッシーニに付着した地球由来の微生物が、この環境を汚染してしまうかもしれないんです。衛星たちを守るためカッシーニは自ら、この土星の大気圏に突入して燃え尽き、その命を終えました。このカッシーニの通信用のアンテナは最後までこの故郷の地球に逃げられたままでした。遥か彼方から長い間、私たちがまだ見たことがない土星のさまざまな姿を見せてくれるカッシーニ。夜座に土星が輝いているとふと思いますよ。あそこにカッシーニが眠っているんだなって。こういった宇宙のテーマについて関心がある、もっと知りたいという方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また弊社アーサーのスカイの星座ツアーに参加してみたいという方は下記ウェブサイトからご予約も受け付けておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。